大丈夫大丈夫大丈夫。これで？村井さん、村井さん、はい、気づいてないだろうけど、今おまけコーナーもう始まってます。え、もう始まってんの？もう始まってんの？よかった、言ってくれてよかった、変な出現しなくてよかった。おまけコーナーはマックス村井と結局出番のなかったこのジェンガーで誰かが戦うというコーナーだ。誰と戦おうか。そして真央ちゃんは私もう予定1時間40分押してるんで帰りますって言って本当にうわ本当に帰る本当に帰ったで。え、ちなみにこれこの台外して どうやって台外すんですか。嘘ー本当はこれ一番上まであって台とかに入れて上押さえながらアップバンクストア新宿の向井さん。ちょっとこれでも多分これいけんの。これでも多分え嘘大丈夫。ええなんでそこでやるの。ここでいいじゃん。あ、え多分これ支えて。あーおーすごい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 。ジェンが立ったすっげー向井さん、ありがとうじゃあここかアップバンクスター新宿のこのスタジオを支えているやっぱり彼か小助さんかな。小助さんいてないってほら小助ジェンガーバトルだ。下の方どうやって取るんですか。わからん私ジェンガ人生で初めてやる。うっす、え、え、ですか。だってそんなこんなリア充なゲーム遊んだことないこれ何かける。何かける。あ、マイクが来た、マイクが来た。ありがとうございます。これコスケかかったら、はいはい、来週の月曜日のニコ生でコスケは初めてあの反省会で飲みに行く。あ、いいんすか。だっていつもなんか片付けでさ、はい、ね、帰れないもんね。だから来週はこれコスケ買ったら反省会で一緒にビールでも飲みに行こうよ。まあ、どうでも話なんですけど、あのニコ生あると村井さん終わったらさとかじゃん、時間とか、ね、あの後僕帰るの11時なんですよ。えっやばい、ブラック、コスケ頑張ってる後片付けの後何、地味にこれ、なんか言われた。なんか私言われた。いやブラックじゃないですよ全然。僕ブラックじゃないよ、ね、遅いんで、うん、よしじゃあいっか戦後ここじゃんけんほい。え待って、これおまけコーナーって何分ぐらいやるんですか。今日がつくまで行きましょうよ。逆にこれ何時までやんの。終わるまでです。もう9時半で一応終わりました放送は。まだ続いてんじゃん。おまけコーナー。いやおまけは何時までやんの。これが終わったら終わりましょう。それが終わったら終わり、はい、一戦その勝負。プロデューサーが一戦だけと。はい、行くぞコスケ。お願いします。最初はグー、じゃんけん、ぽい。あ、さっきやった勝った。勝ちました。あ、私からさっきやったか。あのね、見よう見まねでジェンガをやってる人は見村井さん、巻いていこう。あ、そういうルール。ケーキ怖っえ、これ何このバランスの悪さ人のせいにしちゃダメだよ。え、嘘、大丈夫。これ結構早期決着じゃない。俺のやってるジェンガと違う、これあ、いった。え、初めてですよね。なんでそういう小技知ってるんですか。え初めてなのに、なんでちょっとなんかこう、つくようなこう小技みたいな。見たことあるもん。見たことある見たことあるもん、ジェンガやってる人。あ、そうなんですか。あ、これだ。うわーい今、違う要因で負けるとこだった。
もうね、あっちのカメラから見えてないけど、こっち側がどんどんなくなってってる。これすごいな。これ白が、あ、これいけそう。ちょっと待って、コスケ、ほら、え、あのいつもの実力見せて、実力。何の実力っすか。6コンボ。ちょ、グレート、グレート、サスケ、グレート、コスケ、マスクかぶって、グレート、ほら、マスク。じゃあ僕それ負けたら僕それかぶります。村井さん、その危なくなってる方をちょっとカメラ見したいので、ちょっと180度台をくるっと。もちろんそれで倒したら村井さんの負けなんで。あ、でもそれぐらいでいいや。オッケーです、オッケーです。すっかすかですせ。あ、あ、やばい。あ、後で美味しくいただきます。ありがとうございます。あ、両手とかダメなの？ジェンガってルールらしいですね。次から話して両手はなーって。次から話して。じゃあ僕も一回両手ってありかな。一回だけね。一回だけだよ。一両手ありっすか。一両手だよ。あのエルモアチャンスみたいなもんだよ。あ、なるほど。これ結構この辺やばいよな。結構もうここだって一個で支えてて、かつ上からがこっちに寄ってるから、よくこんなバランスで立ってるな、ジェンガ。そろそろ社長に勝ちたいんでね、僕も一回ぐらいを。うわ、一番下はね、取れると思ってた。いや、まあ危なそうだな、この辺。明日の降臨、小助出るの？いや、まだ決まってないです。あ、そうだ。はい。今回誰が出るんだろうね。さあ、チャレンジ。またパズラ、パズチャレで来てるんだよね、挑戦はね。なんか、そういう風になんかホームページで書いてありましたね。あ、もう書いてあった、ホームページで。はい。あ、そう。誰がね、明日戦うんだろうね。村井さん出ないんですか？そう。明日。さあ。なんか制限ダンジョンなの、今回。星5ですね。星5ってさ、はい、星5はいけるの？村井さん。なんだよ、やれよ、勝手にやれよ。ジェンガの話しましょう。ジェンガのこれ実は棒にメモ、このラインジェンガって棒にいろいろ書いてあって、これやるジェンガなんだよ。これ
ブロックを美しく抜けるのは僕だけだ。あ、ただのコメントでした。あれ、なんかね、いろいろ書いてあるね、指令が2本抜けとか。罰ゲーム的な。そう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 。長くない？いや、これでも結構もう積んだパターン。決断力のない男とかどうなの？やばい、やばい、それやばい、コスケやばい、それやばい。ですよね。うん、私が主に真ん中じゃない？これいきます。お、出てきた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 、生えてきた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 。これ人差し指だと倒れるな。星子だとさ、リーダーって誰なの？それ両手、あ、一回チャンス、両手チャンス、一回チャンスいきます。おお、揺れてる揺れてる、震度4、震度4。やばい、いや、ま、うわー、もう乗せるのも結構怖い。私多分ね、カメラからは今見えないんだけど、ここの真ん中の列でね、いけると思ってんだ。村井さん、いい指してますね、小指。そう、昨日村井さん、ヘライス取ってましたよね。うっせぇすいません、僕一回回りますね。コスケ見えねえよ。今すごい毛糸みたいなの。あ、やっ。こんな社長いますか普通。本当に卑怯だな村井さん。
ここもやば。これどこ、どこ抜くの。もうなんかここまであれなんですけど、本当に負けず嫌いなんですよ村井さん。本当負けず嫌いで。なんでトランプ出してるんですか。こっち側から行ったら箱とぶつかって抜けない。箱とぶつかって抜けない。ちょっとこれは予想外の時点が。ちょっと待って戻さなきゃ。一回戻して。ジェンガのタワーを回転させればいいんじゃないですか。すげえ。いや下一本しかない。本当に初めてなんですか、ジェンガ。初めて。あ、くそ。戻ってく。出てこい。出てこい。出てこい、ジェンガ。出てこい。ダメダメ、両手じゃない、両手じゃない。そんな簡単？あ、おおおおおおやべえこれ、もう道具の人がもう早終わりみたいな。近づいてきた、プレッシャーかけてきた。早終わりみたいな。来たで、来たで、ジンガー、来たで、来たわ、これが抜けるの。おお、すげえ。来た。こんな続くと僕思ってなかったんですけど。私も思ってない。これ倒れた瞬間に蓋だよきっと。
もうあ待ってるからボタン押すの待ってるからこの放送閉じる準備してるから。宇宙的にはいいんですけど、お店の時間って大丈夫なんですか？もう今回りましたよね。え、やべえ、お店の営業時間やばい。あ、着いた、やばい。お店の営業時間1時間延長って言っててもう1時間過ぎた、やばい。ただもうこれが終わらないことにはな。この見えます？プラプラ状態。これアウト気味じゃない？アウト気味じゃない？これ多分おお。あ、そう。あ、そう。すっげえ。あとお店ですけど、あのお客さん大丈夫ですよ。終わるまであのちゃんと開けてるんで。オッケーです。もうちゃんとやってます、その辺。何この振動。これむしろ耐震が行き届いててさ。あ、いった。ビルの60階とかがさ、尋常じゃなく揺れるみたいなさ。キツツキみたいなくちばしが欲しいな。村井さんのメガネのフレームって赤だったんですね。赤くないよ。で、赤じゃないですか。茶色なんですか。本当だ。ワインレッドみたいな茶色か。コスケ、ここで負けたら4連敗やで。ワイに4連敗やで。勝負事ほんと強いですよね。大丈夫ですよ、向井さん。喉乾いた？いや、ジュース。いや違うんですよ、あのスタッフの向井さんがカメラで連写して動揺させてきてくるんですよ。でも確かにこのジェンガとかさ、ちょっとなかなかここまでいかないからさ、写真撮っときたい気持ちあるよね。いや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 もうモニター見ないようにします。このセガさんからもらったシール何枚あるのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44、45、46、47、48、49、50。これ100だな。これ100だ。ってことは2つもらったかな。これ200だ。そうですね。そうですね。シールいる。予定ダメなんで。おー、村井さん、プロデューサーからそろそろ特別ルールを設けようと。はい。さすがにね。1人1ターンあたり30秒以内。それ無理ゲーじゃないですか。よーい、スタート。おー30秒過ぎた場合は失格。
比較ですよね。今5秒ですよ村井さん。うん、見つけちゃった。早っ。あ、早い、はい、じゃあ次コスケの番ですね。よーいスタート。2秒経過、4秒経過、6秒経過。中条さん、中条さん、これもう作ってた。今日は長いコスケいただきました。誠にありがとうございました。これからもありがとうございました。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 ドアゴから。あ、え、ドアゴからこれだけ開けなきゃ。開けなきゃ。なんだなんだなんだ。ドアゴからプレゼントもらったね。これはなんだ。パジャマだ。あ、今度の耐久の時、これ。ねまあ、春先ぐらいのね、生地だこれ。そうですね3月用だじゃあこれ3月に楽しみにしててください。ありがとうございました。ありがとうございました。